はい、どうもクエスです。ということで今日もラスバレの動画撮っていこうと思います。ということで、ナノハのね、コラボが来たんでね、今日はね、ガチャをね、引いていこうかなと思うんですけど、ですね、ナノハね、すごい好きなんで、自分はね、まあ、フェイト推しなんで、フェイトが出るまで引こうかなと思っております。まあ、天井までは引けるかどうか、ちょっと多分引けないかな。1800じゃ。違う、1800、あ、18000じゃない、多分100連ちょっとぐらい、まあ、分ぐらいしかないんで、まあ、とりあえず、まあ、何連ね、出るかちょっと分かりませんけどね、ちょっとね、ステップアップガチャをね、引いていこうかなと思います。これね、ステップ5ではなんか、星5の確率が 7% らしいんで、まあまあ、いけるかな。まあまあ、とりあえずあのメモリアとね、まあ最悪ね、交換してゲットしようかなとは思ってますんでね、フェイト狙っていこうと思います。ということでね、前回ね、動画撮ったのが、あれですね、2月、シェンリンの誕生日ガチャの時だったので、まあ今回ね、ラスバレの動画は2回目。2回目になるの。あ、ちょっと待って、演出飛ばしちゃったな。まあいいか。ちょっとね、ガンガンね、基本的に、星5以外はスキップで、お、え、これは来たんじゃないか、いきなり。嘘だろ。マジか。え、待って、ステップ1で来たんだけど、どういうこと？海良すぎでしょ。時空管理局のフェイトです。よろしくお願いします。なんということでしょう。ちょっとさすがにびっくりだわ。マジか。一発目で来たんだけど。とりあえず、え、どうしようかな。せっかくだから、まあ、ね、ナノハとハヤテも狙って、まあ、とりあえず、フェイト出ちゃったんで、ステップ5まででいいかな。無理してね、引かなくてもいいかなって思うんで、自分はフェイト推しなんで、フェイトをゲットできたら、まあ、OK かな。そうだね、ナノハはね、好きな作品なんですけど、アニメはね、全作品見てるんですけど、デトネーションは確か映画のやつだったよね、確か。なんかね、記憶が曖昧なんですけど、映画の話だよね、デトネーションって確か。ちょっとね、好きな作品ではあるんですけど、もうね、記憶が曖昧で、結構いろんなアニメを見たりするんでね、こう記憶が飛んじゃったりするんですよ。はい、ステップ3行きましょう。まあ、最初の、なんだろうな。さあ、ルーンの解析を始めるわよ。演出だけちょっと見とこうかな。あ、プロッピア来ない。これは最初の引きが良かっただけの可能性もありますね。完全に。一発でフェイト来ましたか？びっくりした。なかなかね、初手で欲しいキャラが手に入るってことはなかなかないんで。いやいや、とりあえずステップ5までやっちゃいましょうかね。次ステップ4ですね。行きましょう。まあ、コラボ期間中に、まあ、最悪、ナノハとハヤテにお迎えできればいいかなとは思ってますけど、第1弾がこれなの、もしかして第2弾が何か来るのかどうなんですか。今回、ナノハと、フェイトとハヤテがガチャで新キャラでね、登場してるんですけど、もしかしたら、第2弾とかで、なんだろう、リリとか、ユユとかが、フェイトとか、ナノハのコスチューム着てる衣装のやつとか来るんですかね。なんか来てほしいなっていうのがあるんですけど、来ないのかな。第1弾って書いてるんですよね。おそらく第2弾があるはずなんですよ。なのでね、ちょっとね、そういうのも期待してます。一つ柳隊の衣装違いね。リリのナノハ衣装とユユのフェイト衣装が来そうな気がするんですけどね、個人的に。ああ、星5出ないですね。最初の初手がすごい運良かったっぽいです。はい。ないですね。はい。星3と星4ばっかりですよ。で、これ星5、あ、これバージョン2って何が出るんだろう。今回から追加されたやつですね、これ多分。あ、違うのかな。これか。ああ、なるほどね。コスト17以上の星5。なるほど。そういうことね。了解です。まあ、とりあえず、フェイトゲットできたんで、ちょっと短くなりましたけどね。でもフェイト出るまでガチャローっていう動画にする予定だったんですけど、初手で出てしまったんで、まあ、全然引かずに終わってしまったという感じですけども、まあ、ご視聴ありがとうございました。またね、近いうちに
ラスバレの動画も撮ろうと思います。よろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございました。それでは。